こんばんは、五十嵐レイです。ただいま今週の収録分が全部撮り終わりました。本当は晴れてたら外で収録っていう話にもなっていたんですけども、あまりねお天気が良くなくって、今回も室内で収録となりました。そして駅に着いてから私はね傘を買ったんですけど、駅から出たら、なぜかこうピタッと止んでいて、その、ね、買った傘もさせず、結構可愛い傘を買ったので、またね写真であげるので、ぜひ皆様に見てもらいたいなと思っています。そしてなんと YouTube のチャンネル登録数が300人を突破しました。皆様ありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上、五十嵐レイでした。ありがとうございました。